おかえりなさい。はい、毎週月曜日から金曜日まで茨城県牛久市の情報を全世界にお届けしておりますチャンミョー TV。 私司会の牛久が大好き、地域は一つの大きな家族がモットーのチャンミョーです。どうぞよろしくお願いいたします。あれ、はい、どうぞ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 。はい、今日は音声担当のようこりんが司会いたします。はい、はい、ありがとうございます。あのですね、まあね、こうね、うん、まだねレギュラーが決まってなかった。そうですね、すいません、決まったもんだと思って私はいた。私もね、決まってないんだよね。本当ね、あのね、大気な新しい月曜当番誰だっていう風にね、うん、セプターさんとかもコメントくださってて、はい、コメントくださってるんですけども、ごめんなさい、まだ決まってませんでした。残念、ごめんなさい。交互期待ですね。交互期待ですね、うん、なんでちょっと私こういうの書きました。何ですか？月曜レギュラー募集。おお、いいですね。そう、募集、募集、大募集ですね。いや、これはまたちょっとここでは話せない事情があるからね。そうですね、いろ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 あります、うん、いろいろあるんですけど、まあでも今日はだからヨーコリンと一緒にお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は普段ないからね、なんかない言うこと。じゃあ、あれ書いてない、なんか書くか。レギュラー募集中かな。レギュラー募集中、うん、なんだろう、ね、よし、後で、はい、後で書いてくれそうです。じゃあ、そんなわけで始まりました。本日は、はい、6月8日の月曜日第724回目のチャンミョー TV でございます。一人、はい、まあね、うん、でお届けするのは絶対にもうなかなかのね、そうですね、苦しいなっていうのがあるのでね、うん、ちょっと、まあ、頑張ってお届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で、本日の気になるラインナップをご紹介していきたいと思います。はい、本日のラインナップはこちらです。よいしょ、よいしょ。誰もが気になる牛乳、知って得する牛久市観光協会情報、うん、耳よりここだけの牛久市情報、牛久の明日のお天気、牛視点、そして曜日別 MC コーナーが今日はどうなることや。ね、どうなる、そしてゲストのコーナーという形でお届けしていきたいと思います。コメントも来てますね。はい、ね、セプタさんお帰りなさい、うんうん、え、ん？代打ですか、笑い、代打です。かよさん、おお、代打ヨーコリン、そうです。ね、あ、よかった、周知されたね。はい、ということで早速お届けしていこうかね。そうですね、そうですね、じゃあサクサクいきましょうか。サクサクいきましょうね。サク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 いきたいと思います。サクサク、はい、じゃあ早速一つ目のコーナーに行く前に一回ですね、はい、提供さんのご紹介でございますね。 VTR どうぞ。ジャンミオ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様、佐藤新聞穂様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様の提供でお届けしております。ということで続いてのコーナー、牛乳でございま す。はい、2015年6月8日茨城県牛久市だけで起こったニュースだけをお届けしていきたいなと思っている牛乳です。私、牛久のニュースを読ませたら目切りに出るものいないちゃんみよです。よろしくお願いいたします。髪の毛が乱れてきてしまいましたね。どうですか、コメント届いてるよ。何ですか、さすが音声さん、モニターヘッドホンですねと。もちろん聞きながら、ね、聞きながらやってきて、もう髪の毛乱れてきちゃった、はい、聞きながら、これが私の大切な相棒です、はい、相棒ですからね、はい、などこの子です、ソニーちゃん、そうですね、カッパツくんじゃないですよ、今日月曜日だからね。じゃあ、アラレちゃんもじゃないやろうかな、アラレちゃん、アラレちゃん、大切なあれですね、父ちゃん、ありがとう、アラレちゃん。はい、じゃあ早速牛久のニュースいきましょう。本日6月8日の牛久のニュースのラインナップご紹介していきたいと思います。はい、あれ気になるのありますか。ですね、やはり大好きな稀勢の里、稀勢の里情報参りましょうか。行きまして、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 行きましょう。じゃあ早速ですね、一つ目の牛久で稀勢の里激励会という常陽新聞さん6月8日の記事見ていきたいと思います。お写真ございます、こちらですね、じゃん、はい、早速見ていきたいと思います。まあ、稀勢の里関とね、はい、市長も映っておりますけれども、そうです、そうです、はい、見ていきましょう。支配持って帰れるよう頑張る、牛久で稀勢の里激励会というニュースでございます。稀勢の里、郷土講演会の総会と激励会がですね、6月6日、牛久市田宮町のレストランで催されたと
田子の浦親方と大関稀勢の里関が出席し、約160人の地元後援会員を前に優勝に向け来場所の検討を誓ったということでございます。勝ってほしいですね。ねえ、これ優勝してね、こう故郷に錦を飾るというか、そう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 、やっていただきたいと思います。まあ、牛久の観光大使としても ね、 そうですね、就任していただいて、こうどうやって盛り上げるのかというと、うん、自分が優勝しないとということで、ね、言ってましたが、勝って盛り上げていただきたいなと思ってますので、はい、頑張っていただきたいね。しかも、うんうん、この日の、ね、動画については あるんですか。今はないですけど、うん、後ほどですね、お VTR にして、うんうん、この日はカズちゃんが取材してますので、木曜日のカズちゃんですね。木曜日のカズちゃんが取材してるので、うんうん、まあ、どういった VTR になってるのかまだ再生してないんで分かんないんですけどまあ楽しみですよ ね楽しみにしている気持ちでいっぱいです、うんうん、まあ頑張って編集します私します。編集ね、編集お待ちください、はい、ということで、まあ、稀勢の里で頑張っていただきたいなと、はい、まあ、ちなみにこうね、6号のタグーのレストランということは個指定でしょうね。そうですね、個指定です。美味しい中華料理を皆さんもぜひ四川のね、辛いね、麻婆豆腐おすすめです、はい、はい、どうでもいいこと言っちゃいましたけどねはい、続いて気になるのありますか。ですね、コメント来てましたよ。なんかね、コメントはね、あります。かよさんがね、代打が本塁打打って一軍昇格ってなことはないのけと。それはもうあのきっちり決めさせてる厳しいなってね厳しいな、はい、そしてね、あ、新井さんお帰りなさい、うん、ワイキキは深夜です、ベッドで横になって見てます。おワイキキですか、ね、いいな、ハワイですよ。ハワイ行きたい行きたい行きたい、合宿しようよ、ハワイ合宿、ハワイからお届けします。それが可能であればできるのかな、できますかね、ちょっと頑張ってみたい、うん、その時はあのぜひ旅行代は JAL さんに持っていただく、うん、なるほどね、スポンサーとしてよろしくお願いします、はい、トミーからお、ヨゴリンガンババイトミーと、おー、トミー見てる、おかえりなさい、おかえりなさい、そしてね、タカちゃんからも、うんうん、ちゃんみよヨゴリンお疲れ、今日も大学 1時間今牛久に着いたよと、今スタジオの前に着いたという ね、 そうですね、おかえりなさい、ね、おかえりなさい、ね、まあ、そんなにぎやかな皆さん、はい、そうですね、もっともっとコメントくださいお願いしますね。他に気になるニュースございますか、じゃあちょっと変わったやついきますかね、うん、頭部のない馬が豪快に蹴り、これね、言っちゃった、言わなくていいかも、本当、うん、今日ね画像がねなかったわ、ない、にゃい、じゃあさらっとスルーしてさらっとスルーしましょう。じゃあひばりくん防犯メールいきますかね、はい、ひばりくん防犯メール参りましょう。もうね、大事なニュースですから、ぜひとも読まなきゃいけないしね、今回は何が、茨城県警の偽電話詐欺対策室からのお知らせでございます、はい、茨城県内ではパソコンやスマートフォンでインターネットのサイトを閲覧中、画面に登録完了なんていう風に突然表示されたり、はい、あと届いたメールで支払い義務のない有料サイトの登録料や利用料、大会費用などを請求され現金を騙し取られる被害が発生しています。有料サイトに未納料金がある、お金を支払わなければ裁判になるといった、メールや電話での料金請求はありえません。被害に遭わないためにこのような請求を受けた場合には警察までご連絡くださいということでございました。これ前にも牛久でね、うんうん、ありましたね、大学生がちょっとしたちょっと大人が見るようなサイトを見てしまったのか、登録料だかなんだか払えと言われて払ってしまったという、うん、これは払わなくていいんですね。払わなくて、こういうのは払わなくていいです。登録完了とか出ちゃっても払わなくていいです。なし、なし、まあ、さ、なんかちゃんとしたのだったらあれですけど、うん、ちゃんとしてないものの方が多いでしょうから、うん、払っちゃダメです。そうですね、はい、まあ、困ったら警察に電話してください。そうですね、よろしくお願いしますと、うん、いうことでしたね、コメント来てます。あら、斉藤さんおかえりなさい、おかえりなさい、こんばんは、隣の市から見てますと、隣の市いうことでございます。隣の市ですね、隣の市、そして歌舞伎堂さん、おかえりなさい、おかえりなさい、お疲れ、帰りの車中なうと、車ですか、はい、運転しながら見てるんですかね。そうです、こうやって見ちゃいかんですけど、ね、音声で楽しんでいただきたいと思います。そうですね、という感じで皆さんコメントありがとうございます。ありがとうです。まだまだお待ちしております。素朴な疑問や悩み事他にもいっぱい
あったらぜひお待ちしております。何でも大丈夫ですね。何でも大丈夫です。今日ジャンルなし。もうノンジャンルですか。はい、はい、じゃあ次もう一件ぐらいいけるんですか。もうちょっといきます。もうちょっといきます。じゃあですね、メンタルチェックシステム、心の体温計、牛久市のねサイトで見つけましたというか今やってるんですよ。どういうメンタルチェックシステム、心の体温計というものがありまして、利用料が無料で、まあ、通信料金はまあ自己負担になるんですけれども、まあ、自分がねこう今こんな悩みを変えてるんじゃないかとか、あなたの今ストレス度はどうなんだとか、そういったのをねお知らせしてくれるサイトなんですけど、こんな感じでね出てくるんですよ。どんな感じですか。どこから行けるんですか。これは牛久市のねホームページから行けるんですけど、たどれちゃうんですね。たどれちゃうんですけど、ですけどこんな感じで心の体温計っていうのを牛久市のホームページで行くと、なんか猫ちゃんが、その猫ちゃん、社会的なストレスを表す猫とかいろいろここの上の部分は変わっていくんですけど、はいはい、あのね初めてやるときは年齢とか、はい、あとね、うん、住んでる場所、性別年代とかを聞かれるんですけど、でそれでチェック開始って押すと、はい、まあ、いろいろなね、何聞きますかっていうのが、例えばアルコールなんとかチェックみたいなのとか、あとあなたのストレスはどんな時に感じますかみたいなのとか、はい、あとご家族の健康チェックみたいな。そんなこともできちゃうんですか。できちゃうんです。すごいですね。すごいのがあって、私ちょっと今日精神的にねやってみたんですか、もしかしてあって思ってやってみました、そう今日の気分をね。結果はそうでね、まあいろいろあるのよ、いろいろなメンタルチェックシステム、ごめんね、ちょっとねこっちにねうまく表示されてないので、見ながら言うと、本人モードでご本人の健康状態、人間関係、そして、まあ、住んでる環境など4択式の質問に回答していくと、ストレス度や落ち込み度が水槽の中で泳ぐ金魚、猫などの絵になって表示されますと。かわいいですね。そうだからね、こうね、あります、あります、こうやってストレスチェックみたいなのがあって、そうで私やったら、やったらこんな感じでした。これどうですか、ストレス度はそんなでもない、そんなでもないのかな、落ち込み度の方が、落ち込み度がそう今日落ち込んでて落ち込んでるんですね。そう、一人ぼっちだと思い込むと辛くなりますよってアドバイスをもらって、一人ぼっちでしたもんね。そう、一人さっきは一人ぼっちだった寂しそうにそうさっきは一人ぼっちで、でまあこのね、いろいろとねあるんですよ。この水槽が何を表していて、はい、猫ちゃんが何を表していて、水槽って金魚鉢か、で金魚が2匹いるのが、これが何を表していて、中にいる、こう石が何を表してみたいな、こういるでしょ。石がいる。そう、石とかなんかそういろいろ、まあとにかくねやってみてください。利用方法はこちらですね、はい、まあ、牛久市のホームページからこのメンタルチェックシステム、心の体温計っていうのをアクセスすると、はい、まあ、できますので。他にもこういうのありましたよ。ストレス対象タイプテスト、あなたは困った時どう乗り切りますか、チェックしてみよう。最近大きなストレスを感じたあなた、その後の考えた方に一番近いのはって、ね、こういろいろまだこれ下にももっといっぱいあるの、もちろんいっぱいあった、7個ぐらいあった。いっぱいやれるんですね、あ、じゃあこのね、チェックを5種類しかないんだけど、この私がやったストレス対象タイプ、あなたのストレス対象タイプが分かりますは、この下にもまだ絵がいくつかあって、で私は友達に聞いてもらうが一番そのストレスを感じた時にやることだなと思って選んだ、友人に話を聞いてもらうと選んだら、私どんなタイプかと、友達に話を聞いてもらったあなたは社会的支援を受け入れるつながりタイプです、ね、困った時はお互い様で励まし合ってストレスを乗り越えていきましょうみたいなね、そういうことが書いてあったりとかするのもいろいろと5タイプありますので、はい、ぜひですね皆さんにはチャレンジしていただきたいなと思います。そうですね、どんどんやっていただきたいですね、なんかいろいろとね、言うとこう飲酒のやつとかね、なんかこういろいろと今個人情報丸出しですけど、まあ、どれチェックしたかね、わかっちゃいますね。でもぜひ皆さんにはやってみていただきたいと思いますね。そうですね、心理テストみたいな面白い、大好きですもんね、心理テスト大好き、なので皆さんもぜひやってみてください。コメント届いてるかな、ですね、コメント来てますね。
あ、セプターさんありがとうございます。牛久心の体温計に買っていただきました。ありがとうございます。ぜひやってもらってね。で、歌舞伎の様後でやってみますか。が天丸と満足さん、おかえりなさい。こんばんは。月曜レギュラーまだ決まってないみたいですよねと、ちゃんたけ&ヨーコリンの交代制でもありですよと、おいうことです。なるほどね。もう私はもう一人じゃなければ寂しくなければいいです。そうですよね、さっき寂しかったから。そうそう、一人は寂しいですからね、うん、はい、はい、ということで、あとね、もう一ついきます。ウキウキハッピーがハワイへと、まあ、先ほどもねコメントで、うん、ハワイで寝ながら見てるよというコメントいただきましたけど、なんとチャンミュー TV、はい、ハワイに進出、ハワイに進出しました。どういうことお写真出しちゃいます。ごめんなさい、はい、ダーン、ウキウキハッピー、ハワイだ。ウキウキハッピー、すごい、サニーウキウキハッピーということですね。すいません、勝手に写真使っちゃいました。怒られたらどうしようと思って今さらっと片付けましたけど、さらっと流しましたね、はい、ということでウキウキハッピーがハワイに、これ多分海外のセレブとかに、うん、こうあのタオルとか、ね、見つかって、うん、取り上げられて、取り上げられるっていう気がする。 あれでしょ、あの歩くなんかエイプみたいになっちゃうってことよ。そうそうそう、そう、わかりますかね。エイプみたいに注目されるんではないかなと、ね、勝手に思ってますけどね。もしかしたらね、うん、あれがレッドカーペットでもなるかもしれない。なるかもしれないじゃん。すいません、その時は。そう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 、量産しなきゃね。いっぱいまだ在庫あるけど。それがでもかけちゃうね。お待ちしております。お待ちしてます。ということで、すいません、以上ですね。はい、本日の美味しくのニュースお届けいたしました。はい。だいぶ今日砕けたニュースだったね。そうですね、面白かったです。そういうこともありますね。はい。はい、じゃあ続いてごめんなさい、ちょっとあの真面目なニュースに戻りましょうね。はい。コメントも届いてますね。ヨーコリンがいいとレギュラーの話ですかね。あら。というコメント届いてますヨーコリン。あら、ありがとう。ありがとうございます。どうもありがとうございます。これはちゃんとあの審議して。皆さんね、慎重な審議の上、はい、皆さんのいやいや、ヨーコリンがこうどうしても出るって言ったらもうその時は、なるほど、あれですか、そこはあの気持ちの問題ですね。もううちはもうレギュラー争い壮絶で、そうすごい、もう何段階の、オーディションがあり、書類選考からの第一次面接、第二面接、第三次面接、そうプレゼンテーション、うん、最後、うん、私と1対1の面接がありますので結構大変なようなかなかね、レギュラー勝ち取るの大変ですよね。大変ですよ、もう大変です、ね、頑張って応募していただきたいと思います、はい、ということで、じゃ最初いきましょう。続いて、はい、牛久市観光協会情報もありましょう。まずはこちらご覧ください。よいしょ、牛久市観光ガイドクック牛久日和が登場しましたということでね、毎日最近ご紹介しておりますけれども、はい、こちらですね、皆さんにもご覧いただきたいと思います。牛久日和、じゃらん、綺麗ですよね。すごい綺麗ですよ、うん、こちらね、牛久市といったらどんな街ですか、うん、水と緑と潤いにあふれた牛久市ね。そうです、ね、水と緑と潤いにあふれた、牛久市の魅力が隅々まで紹介されております。牛久市の観光ガイドブック、そうよ、牛久日和プラス、うん、ホームページで、はい、ダウンロードできますので、ぜひですねダウンロードしていただきたいなと思います。はい、ということでね、以上一つ目でございました、うんうん、そしてねコメントがハワイから来ました。ハワイから届いてます。いや、先ほどもねハワイから見てるというコメント届いてましたけどね、寝ながら見てるとおっしゃってましたが、はい、先ほど写真出ましたが No problem。 あ、大丈夫ですか。よかったです。 Thank you very much。 うま、ん、いですね発音がありがとうございます。Thank you very much です。はい、ということで続いていきましょうね、はい、続いてじゃじゃん、第34回牛久かっぽ祭りのポロシャツは赤、赤ということで、まあ、前回も牛乳でご紹介したような記憶がございますけど、うん、第34回牛久かっぽ祭りのポロシャツは、はい、こちらの赤色でございます。ですですね、じゃ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 ん、上の方にね、あった、ここら辺にやる、気持ち上の方、失礼しました、こちらですね、赤、うん、赤、情熱の赤ですか。情熱の赤です。明るい赤というふうに、ね、説明されてましたけども、うんうん、赤いポロシャツに、まあ、キューちゃんのカッパのキューちゃんのマークが施されて、うん、肩のとこですよね、ということなんで、あの、うん、皆さんもねぜひ、チェックしていただきたいと思いますし、これはね牛久市、うん、商工観光課、そして牛久市商工会、あとバンブー柳田さんで、うん、一着、うん、消費税込み1500円で売っているということです。7月1日から発売が開始ということです。もうちょい先なんですね。もうちょっと先ですね。で、お祭り本部席とか、あと商工会本部でも、はい、カッパ祭り当日販売されます。 SSM、うん、
SSSMLLL3L と、うん、もう6サイズもありますので、サイズも豊富でね、はい、皆さん出ます、ね、何申し訳ございませんでした、はい、戻ってきました。ちょっと回線が切れてしまいました。すみません、すみません。ループしたぞと言うとね、うん、やっぱりそうですね、やっぱり落ちた、ああオフやと皆さんすみません、すみません。続いていきましょう、はい、いきましょう。続いて最後、キャンティークラシコを牛久で楽しもうということで、牛久のね有効都市グレベンキャンティー市のキャンティークラシコ、はい、はい、飲みましたっけ。あれ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 、まだん、んまだ飲んでない、まだ飲めてないです。いつ飲む予定ですか。本当はね、うん、本当は昨日日曜日にキャンティークラシコ飲みに行こうツアーを勝手にツアーですか、お昼にね、うん、お昼企てて、まず行こうと思った先がどこですか。ヤヒチさん、ヤヒチさん行ったら、うん、貸し切りで入れず。本当ですか。はい、で、あ、キャンティークラシコお昼から飲みたい、お昼で、あ、ラクさん行こう、おー、ラクラクさん行ったら山の方ですね。そう、ラクさんもうキャンティークラシコなくて、あ、もうない、飲めずにビールだけでした。お昼からビール、はい、行っちゃいました、行っちゃいました。美味しかったです。でもキャンティークラシコ飲みたかったんだけどね。あ、でも飲むつもりはあったんですね。はい、飲む気満点でしたということで残念でしたけど、ね、ちなみにどこで飲めるんですか。はい、あとはどこで買えるですかね、うん、まずは買えるお店からご紹介しましょう。こちらですね、株式会社池延さん、天満屋酒店さん、玉の酒店さん、南部コーヒーさんと、うん、南部コーヒーさん、あ、今日は詳しくお話がそうですよ、ね、お伺いできてしまうかもしれない。どういう種類があってとか、はい、楽しみにしていてください、うん、はい、あのホームページにも分かりやすく、ね、紹介されてたりするんですけどね、あの今日はもう実際にあの生の声を聞けますね、教えていいですね、うんうん、うん、聞けるといいですね。はい、行きましょう。はい、続いて、ヤヒチさん、居心地屋さん、杉浦さん、松木さん、あ、飲めるお店、飲めるお店、はい、ヤヒチさん、居心地屋杉浦さん、居心地屋さん杉浦さん、松木さん、ジンさん、シンギさん、うん、フェリスタスさん、シノサヤさん、インクさん、三水閣さん、ラクさん、カサレスさん、マコト屋さんということでございますけれども、はい、ぜひぜひぜひラクさんまた出るといいなと思いながらね、また入ってくるんですよね、ちょっとそこについてはね聞き取れませんでした、うん、また分かった時にご連絡しましょう。そうですね、ご連絡しましょう。ということで、はい、以上キャンティークラシコ、皆さんぜひ美味しく楽しんでくださいと。私も飲みに行きますそうですね、ということで以上、はい、続いてまいりましょう。続いては、牛久市情報でございますね、はい、まず一つ目こちら、FM レーミング募集ということでね、先日締め切ったかと思いきや、はい、またですね、いいものがね求めてるんですね、求めてですね、もっともっといいものがまだまだ皆さんまだあるでしょうということでしょう、うん、引き出しを引き出しをそうです。ね、8月に FM スタートしますが、はい、周波数 85.4MHz に決まりました、うん、ラジオ局にふさわしい名前募集してます。締め切りは7月10日までです、はい、というあとはね、パーソナリティ、ミキサー、番組制作、陸上無線技術、締め切り場などの運営スタッフも必要です。経験、はい、未経験問いません。ぜひご連絡くださいということで、情報制作課さんまでご連絡よろしくお願いいたします。はい、ということでコメントが来てますね、うん、満足さん、そうですよね、そういうことになっちゃいますよね、歌舞伎の堂さんとかね、満足さんお待ち申し上げますと何がだろう、何がですかね、ヨコリン、ヨコリンがいいということに関してでしょうねそうですかね、はい、じゃ続いて、はい、牛久の教育第5号ができましたということでご紹介していきたいと思いますね、はい、牛久市立、牛久市内すべての公立小中学校で取り組んでいる学び合い、学び合い、この実践が国内外多くの先生方の評価を受けまして、ケンブリッジ大学の学術誌に掲載されることになったと。すごいですね、すごいです。ケンブリッジ大学は知ってるよね、うん、はい、各種世界大会、世界大学ランキングでもトップレベルの大学として評価されている名門大学です、うん、牛久市のこの取り組みが、うん、そのトップレベルの大学でも評価されているということで、非常に名誉なことでございますと、うん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 、ということで、そんなね、あの牛久の教育の第5号ではその表紙にそのことが書いてあった、中にも詳しく書いてあるとかしてます、はい、うんうん、その他にも、まあ、市内全ての公立中学校にタブレットパソコンが導入されたこととか、あと牛久小学校内に、保育園ができたことなんていう情報も、ね、入ってますので、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います、うん、6月の1日からね、はい、あのホームページからダウンロードできるので、あ、そうなんですか、ね、なので皆さんね、あの牛久日和もそうですし、うん、牛久の教育もぜひダウンロードしていただきたいなと思います、うん、ではですね、コメント届いてますね、なかなか決まらんね FM の相性と、
なんか応募します？ウキウキハッピー FM あれ応募したんでしたっけ？してない。だからだよね。あ、そうだよね。やっぱこうはまらなかった。そうですね。じゃあ送ります。送りましょう。送ります。ま、お待ちして、お待ちください。お待ちください。情報セスがそう、はい、送るまで、はい、で、あ、コメント来てます。アナログさん、うん、おいこら音声サボってないかと。実はあの弟子がまたできまして、うん、弟子がね、そう、私の弟子が、うん、今、うん、横におります、ね、横にあの避難し中です。はい、なので大丈夫です。はい、じゃ最後参りましょうね。はい、地域安全情報についてご紹介します。これはカッパメールでしょうね。見ていきましょう。自転車を運転する方へ、はい、道路交通法の改正がありましたということですよ。はい、自転車運転者講習制度新設の道路交通法の改正が6月1日に、これね、今まで施行だと思ってた、施行なんだね、うん、施行されました。私多分施行って読んでたと思う。はい、でこれは、自転車運転者が信号無視、歩道通行時の通行方向違反、酒酔運転など全14項目の危険行為を3年以内に2回以上繰り返した違反者に対して、はい、茨城県公安委員会から有料となる講習受講命令が発せられるということでございますので、うんうん、あの皆さんね、あのもし注意受けた場合はちゃんと講習会行ってください。5000何百円で行く。でも行かないと何万円の罰金ですか、過料が。行った方がいいですよね。行った方がいい、もしそういう時が起こったら。まあ、まさかの牛久の皆さん、なかなか違反なんてされないと思いますけど、もし違反があったらね、万が一っていうことがありますから、私も気をつけます。気をつけてください。自転車、自転車ですからね、うん、気をつけてください。皆さんも気をつけてください、はい、ということでございました。以上、牛久市予報でした。はい、はい、じゃあ続いては気になる明日のお天気に参りたいと思います。そうですね、明日のお天気、牛天さんはいるのかしらね。じゃあ行きます。はい、火星人だよ。あ、火星人だ。おかえりなさい。いただいます。なんかね、横にいなくなっちゃったんだけどね。うん、あの多分ね、うん、今あのお色直し中。あら、お色直しじゃないや、なんだ、なんかあれですかね、うん、何か着替えてくるんですかね。そうそうそう、はい、素敵に変身中です。あら、楽しみだこと。はい、はい、ですね、うんうん、なんとですね、うんうん、牛天大仏さんから小耳に挟んだ情報なんですが、うん、はい、関東甲信地方が今日から梅雨入りしました。梅雨入りしました。梅雨入りですよね、うん、今日はまだ雨降んなかったんですけど、はい、そうだね、梅雨入り、うん、雨降ってないのに梅雨入りするんだね。そうなんですよ、うんうんうん、でね、梅雨明けは一応ね、7月20日頃を予定しております。あ、じゃあカッパ祭りは雨降らないですか。うん、カッパ祭りはその次の週なんでね。じゃあ今年のカッパ祭り雨降らないですね。うん、なんか毎年ね、あれ、うん、去年は大丈夫だったんで降りましたね。あ、そうだ、はい、うん、なんかね、踊ってる最中にね、はい、雨が降ってきてね、キ、うん、ャーってなったの。そう、雨降ってないカッパ祭りあんまり聞いたことないです、私、うん、やっぱほらカッパだから雨求めてんのかな。で、今年はじゃ降らないということですね。今年は一応予定では、はい、ありがとうございます。梅雨ではないです。はい、はい、で、明日のお天気なんですが、はい、なんとですね、朝の9時ぐらいまで弱い雨、うんうん、あ、違うな、なんかね、通勤の時間帯もしかしたら強い雨になるかもしれないです。あら、うんうん、うん、で、あとお昼ぐらいからは曇りのまま一日過ごします、うん、はい、はい、でですね、最低気温が18度、18度、うん、最高気温がなんとね、ちょっと低めかな、24度です、うん、24度、うん、やっぱ明日雨だからちょっと涼しめ。なるほどね、うん、まあ、今日もでもだいぶなんか夕方涼しかったですね。そうですね、うん、ここ最近ね、半袖だったらちょっと寒いですね、はい。あれ、ちょみゆ、今日半袖じゃない。半袖よ。半袖じゃない。半袖ですよ、うん、そうよね、はい、半袖です。半袖、はい、マリーンです、はい、マリーンね、はい、ハワイ行きたいよってね、行きたい行きたい行きたい、はい、てなわけで、うん、ウッキウッキハッピー。はい、ありがとうございます。お色直しして出てくるのかな。はい、折り直し終了。折り直し、あんま変わってないけどね。本当、うん、ちょっとこう髪の毛とか、まあ、艶が出たね。艶出してみたんだけど、はい、
連れてきました戻ってきました、はい、うん、なんか火星人いなくなっちゃったんだけど火星人はもう帰っちゃったんだよね、うん、あ帰ったのコメント届いてますねなんセプターさんちなみに講習会サボると5万円以下の過料が発生するとねそうです5万円サボらずに行きましょう ね,、はい、ょうでねさよさん本日の午後3時をもって関東地方これ何梅雨入りっていうの入梅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 っていうの梅雨入りすること、うん、すいません初めて知りましたということでね、はいはい、以上、まあ、あっという間でしたけれどもそうですねヨコリってさ、うん、ゲストとして出たこともないよねそうないないのヨコリってさ、うん、血液型何型はい問題問題ルル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 ル何型でしょう AB 型え違うよこれで出していいのよAB 型じゃない、うん、もう一回チャンス大型あ、大型ですか、ね、大型ですなんで AB 型だと思ったのなんかあの聞かない方がいい、うん、後で聞いた方がいいあ後でいやなんか、うん、変わった人って AB 型ひどいひどい多いかなと思ってすごいよ失礼しましたあ入梅ですってあれですね入梅ですねひらがなできちゃったよありがとうございます、うん、え趣味は趣味、うん、なんかいきなり聞いてくるねうんチャンピオン TV 打ち合わせしないのよくないからねあそうだよね、うん、趣味は、うん、なんだろうね趣味ここ最近でも、うん、あのピアノを始めたんですよ再び、うんうん、ピアノが趣味そうちっちゃい頃からやってたんですけど、うんうん、白いピアノ電子ピアノを買って、はい、私弾き始めました、はい、弾けんの弾けるよじゃあ今度はあのミュージック、ね、あミュージックあコーナー作っちゃうからできちゃうかもしれないそう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 交互期待2代目ミュージックかもしれないかもしれないですね楽しみにしていてください、うん、ということで、はい、いろいろまだ聞きたかったんですけど、うん、今日はねあのアニマティスポンサーさんが ね, ああのね登場していただける第2月曜日ですから、うん、あのせっかくではそうですよことが聞けるそうです今日いろいろと、うん、貴重なお話を聞きたいと思いますので、はい、一旦ですね、うん、CM を流している間に登場していただきたいなと思いますの で, です、ねはい、VTR どうぞ、 どうぞチャンメディブは地域が一つの大きな家族というテーマでですね、うんはい、番組お届けしておりますので、はい、あのぜひですねまずはこう自己紹介をしていただいて、うん、地域が一つの家族になるべく、はい、いろいろ聞いていろいろと聞いていきたいと思いますので、はい、自己紹介をよろしくお願いします、はい、こちらのカメラに向かって、はいはい、南部コーヒーの、南部と申しますよろしくお願いいたしますということで、南部コーヒーの南部豊さんにいろいろとお話をお伺いしたいと思いますよろしくお願いしますコメントも来てますよ、はい、本日は母がよろしくお願いしますとよろしくお願いいたします、はいね、この距離でねこうコメントいただくとね、なんかちょっと恥ずかしい気がするんですけどありがとうございますでもね早速いろいろと聞いていきたいんですけども、はい、お手柔らかにお手柔らかにもちろんお手柔らかにいきたいと思うんですけどす、ね
こう豊かさん豊かさんと、うん、しっくりきてるんですけど、そうです。でもなんかこうニックネームみたいなのが、ニックネームはね、うんうんうん、なんかないあなのでなんかお母さんお母さん確かにお母さんお母さん呼ばれてますよね。でもね子供の頃はね、うん、あのねあのゆうちゃんとかね、ゆうちゃん、はいはいはい、じゃゆうちゃんでいいですか今日は。あいいですよ。ゆうちゃんと一気に来ました。すいません。まあでも、まあ、ねこう地で一つ大きな家族ですから、もうグググッと近づいていきたいと思いますので、はい、ゆうちゃんと一緒にお届けしていきたいと思います。はい、ちなみにゆうちゃんは、はい、血液型は何型ですか。大型です。あ仲間来た来たね。大型私 B 型です。ちょっと B 型でも B 型はあんまり拒絶反応ないですか。ないないない。大型と割とみんなね受け入れやすいですね。そうですね。あのおおらかに、おおらかな大型と B 型コンビでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃちなみに、はい、ゆうちゃんの趣味あの、まあ、コーヒーをね、うん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 、作られたりとかワインがお好きだったりとかされると思いますけれども、うんはいはい、ご趣味はご趣味ですか。ご趣味というほどでもないんですけど、うん、あのね、うん、私が生まれる、うん次の年からテレビの放送が始まったんですよ、うんうんうん、年齢が分かる人には分かるかもしれないですけどね。つい最近ですね。そうですよね。つい最近、うんうん、それじゃあテレビ、うんうん、テレビがもう子供の頃から好きです、うんはい、テレビっ子ですね。テレビっ子ですね。からのあちなみにどんなジャンルの番組を。ドラマドラマか、ドラマですね。え最近の気になるドラマは何ですか。うん、気になるキムタクですね。わかりました。上戸彩のやつですか。そうアイムホームね。ああそうあれね、あれうちの母も見てます。あそうですか。でも私見れてないんですけど、なんでわかんない。あんまり私ドラマを最後まで見るのがもう嫌というか待ちきれなくて1週間待たなきゃいけないじゃないですか。あれがダメなんですよね。ビデオですね。でビデオで録画するじゃないですか、はいはい、一気に見ますか。私ね、うん、見るんですけど、うん、実はね韓流もハマってて、韓流私一個だけハマったのがあるんですよ、うんうんうん、でもみんな知らないのにハマっちゃったんですよね。あそうなんですか。どれぐらい見ました韓流。もうかなりもう5つぐらい今でもこう、そんなにやってます。地上波はやってないんだけど、うん、BS とか CS とかやってますよ。チャンガム？あれはもう古い。最近のやつとか。最近のやつ。いやいや古いのもあるけど、うん、でも新しいのはねなかなかね。いいですか？あのお金がないと見られない。ああじゃあ私絶対見れないな。ちなみに、うん、私はですね韓流で。韓国のドラマで唯一見たのが、うん、パリの恋人っていう、知ってますか？名前だけは。あれがね、誰が出てるんでしたっけ？ね、なんとかテヨンさんと、うん、キムテヨンさん、キムテヨンさんとパクシニャン。あ、パクシニャン。パクシニャン好きなんですよ。ああそうですか。パクシニャンみたいな人探してるんですよ。あらまあ。いないですかね。あらまあ、ゆうちゃんいないですか。いない、後ろにいないですかね。お目にかかったことがないな。ないですよね。私もお目にかかったことないんですよね。お目にかかりたいです、ね。お目にかかりたいんですけど、あのもしいたら連絡ください。待ってます。というね、ドラマが好きなゆうちゃんでございます。そうね、あの自分とは別の世界にねどっぷりとハマって、それで、うんうんうん、あのあれですよ、ストレス解消ですよ。ストレス解消なりますか。私ね結構ね、うん、ストレス解消なる、もうムカついた時とかあーって思って、あーってなっちゃうから、ドラマ見ながら、そう解消にならないんですよね。あそうか、余計イライラしてくるの。そうわかりますけどね。そう、あとハッピーエンドじゃないと、うん、多分嫌なんだと思う。そうそうそう、私も嫌ハッピーエンドで、ね、だからこうイライラしてて、うん、スカッとね、うん、ハッピーエンドになる時あるじゃない。そう、あそれがいいんですよ、ね、記憶なくしたいとかね。そうそうそう、結局あ戻ったみたいなとかね。そうそうそう。必要ですよね。ということでじゃあお話戻して、まあじゃあ肝心なところをね、でももう一個聞かなきゃ、はい、牛久のおすすめスポットも聞かないと。まあ、南部コーヒーさんにねこうねおすすめスポット聞くなんてその野暮なあれなんですけども、牛久のおすすめスポットは。いやおすすめスポットですか、うん、どこだろう。
どこだろう。どこですかね。どこですかね。あのね、うんうん、あこれ牛久なのかな、うん。どこですか。龍ヶ崎から、はいはい、6号の方に出る、はい、あの何橋があるじゃない。はいはい、はい、うん、橋っていうかバイパスかな。あのね、あのニュータウンから、はいはい、ずっと6号に向かって走っていくと、はい、突き当たって、はい、牛久に行く方と龍ヶ崎に行く方と分かれるじゃないですか。こうやって、はいはいはい、はい、私が思ってるところと合ってるかな、うん、6号のところですよね。そう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 。それでこうこっち側行くと東洋華堂の方ですね。あ違うかな。違う違う違います、うん、そうですね。東洋華堂の方から6号に向かってまっすぐ行ってぶつかって、はい、高校なってるところ薄く、うん、はい、薄くに、はい、降りてくるところか。そう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 、多分分かった、うん、あのぶつかったところの薄く沼、あナイスビュースポットですよね。うん、夕日とかね、たまにこう当たるとね、一瞬のうちの一瞬だけど、ほら運転しなくちゃいけないじゃない。あの一瞬だけど、ね、そう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 、確かにいいですよね。あそこの景色多分すごい、牛久沼の景色ってすごく綺麗ですよね。綺麗ですよ。そうだからね、みんなもちょっとね、うん、一回見た方がいいかもしれない、うん、見たことあるかもしれませんけどね、うん、そうということで牛久沼、そう再発見でございます。牛久沼はぜひ皆さんも、うん、6号の龍ヶ崎のニュータウンの方が牛久に来る方、うん、あそこのところですね。そうそうそう、降りていきます、はい、あ龍ヶ崎大橋ですねという、あ大橋ですね、はい、龍ヶ崎大橋、はいはいはい、だそうです、はい、で韓流ドラマ時代劇系はハマっちゃったことがと、イ・サンは最初から最後までがっつり、あ見ました、イ・サン見た、見ました、あれでしょ、全然わからないです、イソジンさんの、うん、えイソジン11時ぐらいからやってたやつですか。もうほら再放送再放送でいろんなとこでやってるから、確かに確かに、あれみんなビデオ撮って見るんですよ、時間ないから。ある時に、でもチャングムとかも長いじゃないですか、そういうのも時代劇、チャングム見ましたよ、私見たことないですけど、あれもね面白くてね、あそこあれはね、うん、あの日本のって割と10話とかね、はい、先生大河で50話ぐらいじゃない、はいはいはい、向こうは50話なんて当たり前の話で、100何十話とかね、もう見れる自信がないですもん。さすがにね、うんざりするときあります、ね、もうそろそろ、もう少し短めでお願いしたいと思います。だから、なので、まあでもあのおすすめのドラマがあったら皆さんもぜひ教えていただきたいですし、あのゆうちゃんにも教えていただきたいなと思います。今あれですよ、チュモンとかね、チュモン、うん、シュモン、わかんない。そうあのね、それは歴史的なやつですか、それとも、いやいや王様のお話ですよ。あの国を作った王様の、はい、あの若い時からの苦労、サクセスストーリーとかね、あとはね、火の女神ジョーニーとかね、はい、あれはね、はい、朝鮮のあの、はい、陶器のあの、うん、あのなんですか、あの詐欺じゃん、あんとい、あのあれ投稿のお話なんですよ、女性の、女性の、うん、でその女性が、うん、最初の女性の投稿のお話、うんうんうん、日本にも来て有田焼を作ったという有名な方、誰だろう、全然わからない、うん、まあでも、うん、おすすめなドラマがいっぱい、 それを今見て、あのそれと、はい、もう今日はあの韓国ドラマの話になりました。そう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 、南部コーヒーさんはもう それとかね、孫独城とか、三国統一をこう、はい、なんていうのやり始めた、はい、女性初めての、あの白木の、シラギの女王、あの初めての女性の王様の、これもサクセスストーリーサクセスストーリーが多いんですか。じゃ あ多いですよ結構、まあでも大河ドラマもサクセスストーリーみたいなもんですからね。そう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 、なるほどね、うん、ぜひ皆さんにもう3本4本ね、うん、もうあとね、うん、楽しくなってきた。ジャイアントといってね、うん、あの知ってる、何知ってるの、なんかね、うちのママが好きなの。やっぱみんなのママ世代好きなんだ。うん、うんうん、もうそれ 4,5 本ね、うん、もう並行してみたいな。いやもう分かんなくなっちゃいますね、ビデオに撮って、だってこれ見てこれ見てこれ見てって言ったら、そう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 、もうあのコースを作ってね絶対無理な気がするでもコメント来ました、ね、政治白磁の攻防ですねと、何のことだろうね。はいはいはい、あの
そういうあの器の話ですよ、政治とか。ああなるほど、うん、なチャモンじゃなくてチャングム、チャングム、え、チモンじゃなくてジョン、ジョン全然違う、うん、はい、あ、また龍ヶ崎大崎牛久沼東交差点ですねって、さっきの場所もうちょっと詳しいご紹介いただきましたね、はい、ありがとうございます。そうそう、一瞬がね、こうすごい運転して、でもやっぱ夕日の時間がいいですよね、うん、夕日の時間は本当に綺麗ですよ、あれは、うん、だからね、あのこの間牛久沼夕日食堂の楽さん、あ、楽さん美味しいね、美味しいですね、そう、あそこで夕日見ながら、うん、私も飲みたいなって思うんですけど、うんうんうん、なかなかね放送があったりとかでね、できないです。ああね、ちょっとね、ちょうど夕日の落ちる時間ですもんね。そうなんですよね、うん、っていうね、まあちょっとね、あとちょっとしか時間ないんですけど、ちょ、南部コーヒーさんについてを聞かずに終わってまずいいのかなと思って、ちょっと大丈夫、聞きたいですよ、私、はいはい、聞きたいでしょ、なんでしょう、なんでしょう、南部コーヒーさんでは、うん、じゃあ何聞いていいですか、何でもいいですか、じゃあ私一回聞いたから、でももう一回聞いちゃいます。南部コーヒーさんって、うん、牛久にできる前って龍ヶ崎にも、いや、あのね、はい、自宅が牛久なんですよ、はい、それで、はい、あの、うんうん、こういうお店のやり方があるけど、はい、やってみないかって、あの、うん、うちの主人の、はい、なんていうの、はい、知り合いがこう教えてくれて、でも怖いじゃない、うんうんうん、だから自宅から始めたんですよ、もともと自宅でやっていて、うん、そうそれで、はいはい、ちょっとお店いいかなと思って、はいはいはい、こうテナント探したら、はい、龍ヶ崎にたまたまあっていいのがあって、うん、2,3 年いたんですけど、はいはい、あの今のところにね、あの今のところも空いて、あのあったから移ってきたんです、はい、ということで戻ってきて、戻ってきていただいて、もう11、12年かな、はいはいはい、あそこでね、うん、今のところでね、はい、はい、いやだからなんかもうすごいね、落ち着くんです、あそこ行ってみたい、行ったことないの、まだないの、来てみてください、ね、それは、あのね、私やりたいことがあって、何、南部コーヒーさんって漫画がすごくてそう、あれ一つの売りですよ、なんか接骨院とか床屋さんとか漫画あるイメージなんですけど、あ、喫茶店に漫画ってある、あれね、あるんですか普通って、うちのね、男女男と子供が3人いるんですけど、はいはいはい、あれ皆さん、あれですよ、あ、寄贈されてるんです、寄贈されてる子供たちそう、でもすごいいろいろなジャンルの漫画が置いてあって、そう男の子や女の子とこう渡されてるでしょ、そうなんですよ、あれ娘と息子 の, あの 見, る見たものがこ う, こうやって育ってきたんだなっていうのが多分わかるんでしょうね、そう、でもどうしても読みたくて、うん、あのね、君に届けとか、あ、あるの、はいはい、あるの、結構古いのが、そう、うん、とかね、蜂蜜とクローバーとかもあったかね、うん、のだめとかもありましたよね、とかね、うん、あれ、なんとかの巨人ありますか、進撃の巨 人, の巨人、あら、進撃の巨人あったかな、なかったですか、担当が違うから、ね、あ、じゃあとかね、あとなんかね、そう、少女漫画も読みたいなって、少年漫画もちょっと読みたいものがあったんですけど、スポーツものが結構多いです、あ、H2 とかありましたね、そう、野球とかいろいろ、あの、スポーツもダメ、なのでね、あのね、落ち着いてコーヒーの香りがね、すごいリラックスできる中で読みたい、うん、あ、っていうとなんかすごい漫画読みに行くみたいな感じどうぞどうぞ、はい、でも本当に、うん、あのおすすめなのでぜひですね、はい、行っていただきたいなと思います。あ、コメントがお店にいる時と同じ感じで、え、お届けですと、ね、こういつもこういう感じでこうお店でもそうそうなので、うん、お店にいた時もゆうちゃんと、ね、そうです、ね、読んでいただいたらいいんではないかなと思いますね、はい、で、まあでも11年か牛久で、そうですね、それぐらいですね、すごい長いですね、長い、うん、あそこでね、なんかね、うんうんうん、あっという間に居続けて、あらだだだだ、紆余曲折、いやでも、うん、10年か、私たちまだまだでね、あっという間です、これからです、これからもうちょっと追いかけていきたいと思います。でね、ちなみに生のお豆をいっぱい置いて、それを実際に注文あった後、
焙煎する。それはやっぱこだわりがあっての生のものを置くっていう。やっぱりね、うん、あの置いとくとどんどん酸化して、うん、香りもこういろいろ飛んでってしまうし、はいはい、だからやっぱり入りたてが一番新鮮じゃないですか、うんうんうん、だからそれですね、あれがね。それで割とほら皆さんお好みがあって深入りがいいとか浅入りがいいとか、お客様によってそういうあのじゃあ2になっていけばそういうのも、もうちょっとやってみたいなのが、そうそうそう、もっと深くしてとか。深いの反対って浅いですか？浅いです。それと苦くないってことですか？浅い方が苦くない。あのままでコーヒーはできないですね。あの生のままじゃ、ではコーヒー出ないです。ちょっとでも、うん、香りもないしね。香りないんですか？ないですよね。全然青臭いでもね、コーヒーの豆が何色っていうんだろう、白というかベージュというか、なんかひまわりの種の中身みたいな色してるよね。そう種ですね。種、そう、あれがね衝撃だった。コーヒーはコーヒーのなんかね、あの茶色い茶色い、あれも焙煎した後ね。そう、なんかね、知らない人いっぱいいると思います。そうそうそうこうなるんだもんね。そうだからね、そういうのも教えていただきたいなと思いますので、だからお豆についても今後これはねっていうのとかを教えていただけると嬉しいですね。なんかこうどこのコロンビアがうんちゃらだとか、多分国によっても味違うんですよね、きっと。違いますね。ブラジルがこうやれ、そういうのもちょっと聞いてたらコーヒー通になれる。コーヒー通を目指すコーナーですね。そうそうそう、コーヒー通を目指すコーナー。コーヒーグローバルですよね。世界の、あ、でもね、あの赤道のあたりなんですよ。エクアドル、そう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 、あの暖かいとこがコーヒーを飲むんですか、それともできるのが、できるのが、できるのが、コーヒー飲むのってどこの国が一番多いんですかね。一番一般的なのはブラジルですけどね。ブラジル、うん、でもね、世界中の人が今ね、あれ飲みますもんね。なんか何だったかな、前にアイスコーヒーを調べてったら、アイスコーヒーは日本が一番最初だとかいうのがあったんですけど、本当なんですかね。アイスコーヒーはどうなんですかね。なんかね、ググったらね、そういうコメントがあったりとかして、あ、そうなんだ、あれだから、いろんな文化があるんだなっていうのが。あ、そうそうそう、ね、だからアメリカンとかね、やっぱり浅いんですよね、うん、アメリカンは薄いイメージなんですよ。薄いというかね、うん、よくね、皆さんね、うん、お湯です、はい、あの薄めたアメリカンって言うけど、あれじゃん、違うんですか。浅くいったコーヒーだからアメリカンなんですよ、うん、あ、知らなかった、うん、1個勉強になりました、ね、1個勉強になった、ね、イタリアンっていうのは深いんですね。深くもう真っ黒にこういって、アイスコーヒーなんかとかエスプレッソに使われる。なんかさ、私の中ではこうアメリカン、ブレンド、エスプレッソっていう順番なんですけど、全然違うんですね。そうっていう、だからちょっとね、勉強しないといけないですね。これからちょっとゆーちゃんにいろいろ教えてもらわないといけないということが分かりました。なので皆さん今後もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。まあ、でも今日はあの韓流が好きっていうのが伝われば、これからドラマがドラマを見て見ましょうと。韓流ドラマを見て多分、そうそうですね、でこうだったよっていう会話をするのもいいと思います。なのでちょっと何かあったらぜひ南部コーヒーに足を運びください。まったりできそうな。いや、もう本当にまったりできる。行きたい。はい。じゃあ一旦提供さんのご紹介です。どうぞ。ジャンミュー TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様、佐藤新聞穂様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様の提供でお届けいたしました。はい、ということで戻ってきましたけどね、コメントが、最近はインドネシアのコーヒーが需要高まっている、人気ってことですかね。そうです、飲みやすいんですかね。いや、割とこうコクがあってね、はい、美味しい、好きですね。何コーヒーって、インドネシアコーヒーって言うんですか。何コーヒーって言うんですか。
なんでしょうね。なんですかね。ちょっと次までの宿題。次回の宿題もらいましょう。そしてアナログさん、音声やりながら出演してたのねと。そうです。チーフと、あとね、コーヒーも奥が深いよと、そう深い、いうふうにコメントいただきました。なので今後がすごく楽しみでございますので、今後ともよろしくお願いいたしますということで、今日も皆さん見てくださって、コメントくださって、スタジオに遊びに来てくださってありがとうしくでございました。また明日もウキウキハッピーにお届けしますので、明日もぜひぜひチェックしてください。それではおやすみなさーん。